This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special. ラジオドラマ幸せの鷹取家。福岡市早良区の二世帯住宅に暮らす鷹取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも鷹取家の人々はとてもとても幸せなのでした。鷹取家の人々、その後。ただいま。おかえり。おかえりって旬だね。どうやん。そう、もうぐっすりね。おかげでずっとおんぶで疲れたっつーの。俺も高原大きか買い物した袋ば持って疲れたばい。ドワーン、小次郎、お邪魔しとります。おお、小次郎か。この度うちのショップで開発中のうまーかお菓子ばマリンと春坊と美智子さんに食べてもらおうと思って持ってきました。チカッパうまカスタード饅頭明太味。なんかいろいろ渋滞しとるやろ。小次郎くん、ありがとね。いえいえ、鉄蔵さんには幻の名酒カワウソ祭りは持ってきております。おお、さあご飯食べよっか。よか匂い。だしはアゴですか。そうよ、アゴだしよ。アゴだしってアゴが出とうと。アゴだしってのはトビウオのだしのことよ。トビウオしとう、ヒレを羽にしてピューンって飛ぶ魚。うそー、うちの水槽で買おうか。買えるか、100メートルくらい飛ぶんぞ。なあ、お前たちフェリーに乗った時にトビウオば見て持って帰りたいって騒いとったやろが。かわいいですね。確か高校の頃やったかね。頭悪。ママ、ママ。はいはい、ここママおるよ。シュンタ起きた？起きた。じゃあはい、ご飯食べるよ。シュンボー。あ、あれ博多ナインちゃんのタコシュワル。シュンボー、よかぞ、こっち来い、こっち来い。言うとっけど小次郎、お前は鷹取家の人間ないっちゃけんな。かあ、毎度のことながらつまらんこと言うね、大好きくん。はいはい、みんな座った。お父さん、よし、手ば合わせていただきます。いただきます。おいしい。ご飯が取りよ。自分のついとるぞ。ラジオドラマ幸せの鷹取家、鷹取家の人々。作阿久根智明、出演服部義雄、池尻和歌子、藤原玉希、本田奈々香、富永典子、坂田修大。録音林光介。編集ミュージックリザーブ。協力ライトスタッフギルド。制作は RKB ラジオでした。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、 YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも
RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。